はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、リーグがまた終わったんでね、チケットガチャ回そうかなっていうところではあるんですけど、イベントの方もね、ちょっと、今、ランキングイベントが来ているので、今71位で一応100位以内にはいるんだけど、トップとは9倍差ぐらいついてるのかな。で、一応100位以内か10位以内って感じで言うと、9位とかの人と比べると、4倍ぐらい差がついてるのかなって感じなんだけど、一応、前回ゼロ祭りガチャを引いて、この木杉くんが引けてるわけなんだけど、残りの2人もね、引けるならもうちょっと楽になるなっていうことで言うと、ちょっとね、ゼロ祭りね、10連はする気ないんだけど、優勝分はね、1日1回の引いてて、それでは全部星2で今んとこ来てんだけど、無勝分で引けるね、4回分単発でちょっと引いてみようかなと思います。で、その後に、チケットガチャも引いて、今回の動画はそんな感じでいこうかなと思います。ということで、ゼロ祭りの単発、引いてみます。はい。そうだよね。ちょっと一回一回戻んないと、優勝分に間違って食い込んじゃうの嫌なんで、2回目。来ないね。木杉くんがね、かぶってね、技が星5にできるんでもいいんだけど、とにかくね、星3が来てほしいかなと。あと2回。3回目。大体ね、ゼロ祭りはね、10連しない、10連におまけつかないから、単発で引いてっちゃおうっていう風になりがちなんだけどね、俺の場合ね。はい。これで3回引いて、無償で引けるのはあと1回なんで、これで一応ラストにしようと思います。松山くん来てくれ。伊沢でもいいけど。そうだよね。星2だよね。はい。ってことで、あとはね、1日1回のやつで引ければいいかなぐらいのところで、ですかね。うん。じゃあ、あとはチケットガチャをポンポン引いて、終わりにしようかな。チケットガチャも早く10連引けるようにしてほしいな。イベントについては引き続き、走っていこうかなとは思いますが、そうだね、やっぱ100以内がやっとかなーっていうような気もしますね。はい。そんな話をしているうちにね、1回ぐらいね、星3が出てくれるといいんだけど、今のところ、みんな星2かな。うん。そろそろね、やっぱりね、ただでさえ、キャラ自体が少ないディフェンスのね、ソーダとかジトーとか引けてないっていうところもあるんで、この辺でね、レアガチャからでもいいんで、技能持ちじゃなくてもいいから、ちょっと星3のね、ディフェンスキャラを、たいかなと思いながらやっぱり引いてはいるんだけど、なかなかね、星さんが出なかったり、星さんが引けてもちょっと今更戦力にならないよなみたいなキャラばっかりだったりするんで、そろそろね、何か戦力になる星さんがね、レアガチャからも出てほしいところなんですが、なかなか今回も出そうにないですかね。大体いつもね、最後の最後で何っていうパターンがあるのでね。あと2回。一応最後まで期待して、回しておこうかと思いますが、これでラストか。はい。今回は星3はなしと。いうことでしたと。そんな感じだね。で、選手の方を見ると、一応、木杉くんは、特訓は終わりましたと。で、星も星3から星5にしましたということで、
こんな感じかな、ステータス的には。で、まあ、イベントの子たちは、レベルはちょっと上げてないけど、特訓とかも少しずつやって、まあ、あと進化は、もうちょっと周回しないと最後まで終わんないかなってとこですかね。うん。いやー、伊沢松山欲しいな。伊沢松山欲しいが、ちょっと、まあ、優勝分はね、やっぱ1日1回のやつで使いたいからね。ってとこかな。うん、今回は、まあ、レアガチャなんか引いたかちょっと、まあ、ちゃんと覚えてないけど、十何回かだよね。あと、ゼロ祭り単発で4回引いてみたけど、ダメでしたという感じの動画になってます。でね、そういえばね、あ、これ、そうそう、これこれ。あのね、ガチャ詳細のね、木杉くんのね、技のところさ、軟活の点取りやさ、シュートのマークになってないよね。これ、ブロック技になってるよね。あとでこれ、間違いでしたみたいなお詫びとか、出ないですかね。そしたらそのまますぐ単発で回しちゃうんだけどね、300とかだったら。っていうね、話もついでにしようかなと。まあ動画撮るまでに治っちゃってるかなと思ったんだけど、治ってないね。うん。これね、軟活の点取りはこれシュート技です。ブロックになってますけど、これシュートですよ。まあ、わかるだろうけどね、シュート技だろうな、みたいなのは。と、いうことでした。はい。まあ、あとね、まあ、ついでに言っちゃうとね、実はね、どれだっけ。今のイベントの、そう、このね、諦めない心とかもね、諦めない心とかも、これブロック技なんですよ。こっちはね、ブロック技で合ってる。でも、スキルの説明に諦めず最後までチャンスを狙うタックルって書いてあるから、すごい紛らわしい。詳細の説明ではタックルだし、確かにタックルしてるけど、ブロック技ですっていうね。まあ、そんな感じでね。まあ、こっちは別にね、文章の説明のところにね、タックルって書いてあるのは別にいいかなと思うけど、木杉くんの方はね、まあ、ガチャ回す人にとってね、なんか、ああ、なんかフォワードなのにブロック技持ってんのか、謎だな、みたいに思うとね、まあ、引く人がちょっと変わるかもしれないからね、ちょっと、ここは直しといた方がいいんじゃないかなっていうのと、まあ、お詫びでね、一回引かせてくれてもいいんじゃないかな、みたいなところがあるんじゃないかなと思いました。ということでね、まあ、今回の動画は、これで終わりにしようかなと思います。では、ありがとうございました。よいしょ。